見つけて。中野さんと一緒にいると今までこうちゃんと言語ができてなかったような感覚とかそういうこととかがちゃんとあるっていうか存在するんだっていうのが見聞きした情報じゃなくてちゃんと体験とか実感として僕にこう残っていくのでそういう一瞬があるとなんかいろんなことが吹き飛んじゃうぐらいすごい嬉しかったりとか気持ちよかったりしますね。僕がやっぱりプロジェクトじゃなくてバンドだって言ってるのは価値観とかも共有していって一つの生き物になるみたいなその一つの生き物になった時に生き物がものを言い出したりとかしてそこに哲学が宿っていたりとか一つの人格を持って人々から愛されたりとかそういうことを目指しているのでそれが一番アーティスト活動の中で一番の醍醐味なんじゃないかなと思うんですよ。